2018年3月、東北で出会った宮城県石巻市のアッキーと福島県南相馬市の渡るくんが高校卒業を迎えました。高校卒業をお祝いしたいという思いから、北上音楽祭代表の井戸さんの案でアルバムを作成。アルバムには東北を訪れたメンバーや二人と縁がある皆様からメッセージをいただきました。そして3月11日、東北を訪れた私たちは卒業アルバムを渡してきました。この時の様子を動画でお送りします。卒業記念なんです。パパパパ、卒業おめでとう。懐かしい、懐かしい。中見てみて。いろんな人がね、みんなに秋に見せてる。わー。学校創生期間が。あー、すごい。国が2021年度以降の卒業アルバム。卒業検索を早期に明示するよう求めました。あー、県が設置している心の健康感の懐かしい。懐かしい。懐かしい。一年会長になるつった頃から秋だよ。懐かしいですね。あ、ありがとうございます。おめでとう。大杉さんにも会って、あの加工物語があったじゃないですか。あ、はいはい、あの奥さんの写ってたやつの、あの作家さんに渋谷さんから連絡してもらって、1枚焼いてもらったんですよ。これを大杉さんに、大杉さんにプレゼントさせてください。検討する考えを示しました。はいはいはい。仙台からお伝えしました。有名可能性。そしてそして次はアッキーの新車ご披露コーナーを。何かあるのかと思っちゃった。これの新車っつって。ああ、わかる。まずはメッセージありがとうございました。時間がある時にというか、まあ、読ませていただきたいと思っています。で、まあ、高校を、まあ、無事に卒業して、次から大学生になります。まあ、ちょっと留年とかいろいろやっぱ高校とは違うところとか出てくるので、まあ、少しちょっと嫌なことがあったりとかするかもしれませんけど、もう頑張って4年間大学で勉強して、まあ、その後自分が何をしたいのか考えていきたいと思っています。ありがとうございました。おめでとう。卒業アルバム、ちょっと中見てみて、はい、見てみて、見てみて、見てみて。お先に、じゃあここでみんなでね、そうそう、みんなからね、ちゃんとね、あ、いいや、寒いから、はい、じゃあお邪魔して、ありがとうございます。何も用意しなくていいです。いや、もう全然いいです、全然いいです。すごい、入った、うん、すごくね、おめでとう。みなさん、本当ありがとうございます。今日で、まあ、いよいよある、なんだろう、まだまだ社会っていう実感はないんですけど、これから、うん、皆さんの恩返しを返して、から、まあ、これから一人の渡る、まあ、一人の大人として、みんなを引っ張っていくことを誓います。おー、誓ってくれた。おめでとう。おめでとう。書くところもあるね。お、マジで感動して泣いちゃう。感動嬉しい。あげてもらって、ちょっと狭い人もどうぞどうぞ、気に入ってもらえるかどうか。ラストくんが選んだんだ。おお、じゃあ、お、なになに、お、もしかして
すごーい。うわ、マジですごい、すごいじゃん、タツくんが選んだんだ、すごい、大人だ、頑張ったね。いや、ちっちゃな、ちっちゃ、いやー、すごい、かっこいい、いいじゃん、いいネクタイ。うん、タルくんに似合いそうね、似合うよね、似合うよね。おめでとう。からお返しします。なになになに、手紙書いてきました。ええ、手紙を書いてきました。おおおおお、ちょっと待ってください。え、なになになに、そのちょっと待ってくださいのその感じは何、それはなんかあの歌うやつ。いや、違う、なんで BGM 付き、バックミュージック、なんか、はい、何なの。 BGM はやっぱりこだまっての BGM。 アカペラ、アカペラ。またご飯食べるんだったらチンするぞ。いや、もうお腹いっぱいですね。おにぎり1個残っちゃってます。ねえ、食べてください。これ、なんだこれ、やばくない？何それ？何やんの？あ、BGM が流れたの。そういうことね、そういうことか、そういうことか。はい、じゃあみんな、ちょっと一回消す？うん、ちょっと NHK の、あの、なんか映像を見てるみたいな感じで見ましょう。はい、どうぞ。あ、恥ずかしいな。皆さんへ。今日は7年経ちました。僕は翔吾で、今は社会という立場に立ちました。まあ、震災がなかったら、こうして皆さんと会えなかったと思います。まあ、複雑で、胸がいっぱいになってます。マジで皆さんと会ってこうして出会って、神様はこうなことばかりじゃなく、いい、本当にいいことがあった7年でした。空の下で出会ったことに感謝しながら、この恩返しをいつか恩返し、このいつか恩を返しすることになるでしょう。このアルバムを見て、まだ小さいことを思い出して、なんだろう。ね。書いてんじゃねえか。返しに行くことのアルバムもらって。タモさんみたいに実は白紙だった。アルバムは多分やっぱアルバムっているものじゃなくて、心心の中でここがね、もうね、早くしていっぱいです。泣くやめすぎるんだな。な、なんだろう。言葉じゃ言えないね。言葉ではこの気持ちってないんですね。じゃあ歌います。今日は本当に、はい。普段は言えないんですけど、普段ですよ。今日こそは、どうも、ありがとうございました。イエーイ、おめでとう。はい、伊藤ちゃん。あ、俺。じゃあ、ごちゃごちゃ。優しい。あの足がしびれてる。あ、井戸さん、井戸さん、こう多分曲を選んだね。はい、さすが。
とみんなに。ありがとう。じゃあ来た。じゃあ来たないと思うんですけど。いいね、心がきれいだと思う。もう十分この恩返しだよ。さっきもちょっと前まで先生に読める字を書いてくださいって言われてた。じゃあ一緒食べよう。はい。笑さないよ。本当だって分かったんじゃん。ありがとう。ありがとう。東北の皆様と出会えたことは、私たちにとって本当に宝物です。アッキー、ワタルくん、卒業おめでとう。